Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Pendant cet épisode, nous allons en savoir un peu plus sur le lien qui unit les deux Minfilia. Et nous allons aussi donc faire le nouveau donjon pour aller tuer le grand purgateur de la zone. Je vais donc vous laisser profiter de tout ça et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. みんな逃げろ！光の反乱が来るぞ！宮殿の上、誰かいるぞ！ダメよ。あなたは力を使い果たしてはダメ。私の力とあなたの仲間たちの力、この場はそれで食い止めます。どうしてだよ。俺だってこの世界を守る力になれるなら。あなたはまだ消えるべきではないわ。いずれこの世界を本当の意味で救おうとした時、あなたはもう一度希望になる。ミフィリア！あなたが本当の…よく、本当によくここまで来てくれました。こうしてあなたたちに会えてとても嬉しい。
私の魂をここまで抱いてきてくれた優しい子、あなたにずっと伝えたいと思っていたの。辛い宿命を背負わせてしまってごめんなさい。それでも投げ出さずに歩いてきてくれてありがとう。私はいつでも負けそうでした。泣け…さあ聞かせてちょうだい、あなたの言葉で、あなたの望みを。私はみんなと一緒に全ての大罪喰いを倒し、この世界を救いたいです。でも大罪喰いは姿を隠している。光の巫女の力があればそれを突き止めることができるでしょうか。ええ、できるでしょう。強い光をたどって彼らの居場所を探し出せるわ。でもあなたの予想する通り、それは本来の光の巫女の力があればの話。先へ進もうと思えば選ぶしかない。私たちは分岐点にたどり着いてしまったの。選ぶのはいつだって勇気がいる。でもあなたはそれをなせるだけの強さを大切な人たちからもらってきたのではないかしら。100年前、この世界からは光の氾濫とともに多くが失われました。たくさんの命、豊かだったはずの大地、そして英雄と呼ばれる存在も。そんな世界で私は皆さんの背中を見ました。遥か遠くから来た英雄。私はまだ未熟だけれど、許されるのならあの背中を追いかけてみたい。無法だとしても、届かないかもしれなくても、もらった思いを、力を次の誰かに伝えられるようになりたい。それがつながって、つながって、この世界でもいつかまた多くの英雄たちが果てない未来を目指すようになればいい。素敵な夢、私もかつて願ったわ。ミンフィリアという存在を罪喰いと戦う人々の灯火としてつないでゆく。それがいつか本当の救いに結びついてほしいと。あの願いはあなたが拾ってくれたのね。私はそれで十分胸を張ることができる。あなたがどれほどの力を手に入れたとしても、絶望は立ちふさがり、無力に苛まれるでしょう。それでも決して負けないで。私の心を分かってくれた
優しくて愛しいあなた。ありがとう、ミーフィリア。私を、人を信じ続けてくれて。あなたにも心からの感謝を。その存在は私にとって混迷の闇を照らす暁そのものだった。覚えていて、英雄は一人ではないわ。二つの世界のあなたが手を取れば、運命はまた切り開かれる。いや、そっちも無事みたいだな。何言ってるのよ。サンクレットは全然無事じゃなかったじゃない。ウリエンジェに呼ばれて合流しに来たらボロッボロになって倒れてるんですもの。こっちの肝が冷えたわよ。
治癒魔法が達者な仲間ばかりで助かったよ。その姿は？ちゃんと会えたんだな。あの、私これからもっと、もっと努力します。戦うことも他のことも。それでも全然全然足りないかもしれないけれど、ミンフィリアが願ったことまで絶対に叶えてみせます。罪喰いの居場所もちゃんと分かるようになりました。お役に立てるはずです。だからおかえり、頑張ったな。本当に良かったの？家族が無事に帰ってきたんだ。お帰り以外にかけるべき言葉があるか？さて、これからはあの子を何て呼ぼうかしら。これまで通りじゃダメなのかい？当然よ。あの子は運命を自分のものとして受け入れた。それなら自身の名を持つべきだわ。何より私たちにこそ必要なけじめよ。ミンフィリアの暁に集った者としてね。ねえ、あなたユルモアに引き取られる前は何て呼ばれていたの？それは覚えていないんです。とても小さい頃だったから。それなら新しく名付けるべきでしょうね。うん、改めてというならば、やはりサンクレットが名付けるべきだろう。家族からもらった名というのは宝物になる。ですってよ。いやー、アルフィノも一周回って空気が読めてるわ。どういうことだい？いいのいいの。リーン、別当だ。妖精語で祝福を意味する言葉。サンクレット、あなた私の妖精語講座をちゃんと聞いていたのですか？
たまたまだ。響きがいいなと思って記憶に残っていた。不満ならそう言ってくれ。何か別のを考える。リーン、私の名前。ありがとう。とても嬉しい。それじゃあまたよろしくな、リーン。はい。
あいつらナバスアレンには行けたみたいだけど、ウリエンジェの連絡を受けて行ってみれば、タロースは倒れてるわ、トロッコは横転してるわ。一体何があったんだ。さあな。まタロースについては神格も無事だったんだ、いくらでも直しゃいい。あいつら自身にしたってとんでもねえ強運の持ち主だからな、そう簡単にくたばりゃしねえさ。だといいんですけど。って、ええなんだこの空。やっとアムアレンからも光を払うことができた。やったよテスリン、あなたの大事なみんなもきっと良くなっていくわ。ユールモア軍の飛空艇だ。空に闇が戻ったのを見て撤退したんだろう。これで倒したオオツミクイは4体、光に覆われている主要な地域も残るはコルシア島付近のみね。ああ、バウスリーも次は総力を挙げて対抗してくるだろう。連中の本拠地でもあることだしな。大罪悔いと決着をつけようとすれば、必然彼らとも決着をつけることになる。それを世界を救うための最後の戦いにするんだ。Thank you.